今回はこのようなお気持ちマクロを使います。気持ちだけです。今回は人数制限解除で挑みます。アイテムレベルは平均560、通常ロール構成224です。半分が初見ミオシュウです。最初から超える力ついてるんですけど、1回全滅するとさらにそれより強い超える力をゲットすることができます。それで 2,3 回死んだ後に挑んだ検証結果です。まずは開幕、手前へ引き寄せて真ん中で戦い、北へ向けて戦います。シャドウスプレッド8方向3回です。とりあえず味方と被れないようにしましょう。すると同じ位置にもう一回攻撃が来るので、それを避けていくと。さあバッドフェイスですね。こちらもトゲが出てる方に来た後に、はい、続けて反対側に来ます。さあここまでは順調です。1名被弾はしていますが、まあ、生きていれば問題ないということで、ここはね無敵受けします。タンクへの2回攻撃、まあ、スイッチ案件なんですけど無敵受けで処理できてしまうと。魔法陣記述、これは真ん中の石板を見て、石板の背中側の石板、ここに行くとアンチになります。この辺りでもだいぶ敵の攻撃が削れています。敵の体力ですね、敵の体力が削れています。はい、ギミック取りました。本来はねこの後ブロックフェイスっていうめっちゃ長いややこしいギミックがあるんですけど、それが全部ぶっ飛びました。まあこれは超える力がついてるおかげなんですけど、本来のその元々1回目の挑んだ時の超える力のパワーでも火力が出ていればギミック突破することは可能です。さあ1つ目、雑魚フェーズですね。まずはメテオが来ます。メテオが来ます。メテオはタンク東、南北ですね、タンク南北に分かれてそれぞれ処理していきます。ここはね失敗すると全滅必須になってしまうんで、ここだけはねギミック処理するようにしましょう。DPS4 人に各所、線がつくんですけど、とりあえずこれタンクが、メテオを処理してくるところにね被らないように範囲をするっていう風にすれば OK です。面積の3つ目と4つ目ですね、それぞれにすれば OK です。これさえ処理できればほぼクリアと言っても過言ではありません。さあタンク以外でね頭割りを処理して、もう雑魚ね、これお前はもう死んでいるっていう状態なんですけど、これを突破と。で雑魚フェーズは 1,2,3 と3つあって、今1つ目が終わって次2つ目です。で開幕時敵がね東西2つに出てくるんで、とりあえず MTST それぞれ一度って先敵を釣ります。でこのブリザードスフィアってスフィアっていう技があるんですけど、これを発生すると自分にデバフがつきます。でそこのデバフの色と逆の敵を倒すようにします。まあ、これラバフリア見てもらったら分かると思うんですけど、炎をまとってます。炎をまとってるんですけど自分は氷なので、氷をまとってる状態で違う属性のものを倒すと。でこの後線取りが発生するんですけど、この線の色も自分についたデバフの色、氷なら炎、炎なら氷っていう逆のものを取っていきます。でこの段階でほとんどもザコが削れてくるんですけど、残り手の方がねまだ体力が残ってるんですが、おっとここで DPS1 名がようやく死亡が確認されました。はい、範囲を食らったんでしょうか。ここでねもう一回スフィアが来るとデバフの色がねタンク同士、全員そうなんですけど切り替わります。こうなったらスイッチ案件ですよね。スイッチ、挑発を自分が取りました。はい、この段階でもぶっちゃけ適当にやってればいけると思います。はい、いよいよザコフェーズ3つ目、ここが最大の難所なんですけど、ここはねもうほぼ初見ミオシュウだともう死ぬと思っておいてください。とりあえずタンヒラだけはね生き残るようにすれば OK です。法則改変、はい、栄翔完了と同時に何やらね、ドワンといっぱい出てきて、なんじゃこりゃっていう状態なんですけど、はい、発動、はい、死亡。まずねこのように見てみるとそれぞれ範囲が出てると思うんですけど、このとこですね、この円が書いてあるところに DPS は入らないといけません。タンヒラはこのターゲットサークルの上でね対決するんですけど、まあ、それが失敗処理していると。はい、さらに視線攻撃が来て石化しています。このようにね自分今連打してるんですけど、石化していますので攻撃はできません。クラウドは全体変異攻撃です。はい、ちなみに今のクラウドの前に、HP を全回復しないと即死しちゃいます。ハイトオブカオスはタンクへの強攻撃なんですけど、はい、ギミック取りました。ここで嬉しいお知らせです。ここから次のフェーズまでかなり時間があるので、ここで蘇生を戻すポイントとなる、まあ、こう優しいポイントなんですよね。
なので蘇生をして立て直すことが可能ということで、もうここまで来れば実質、第一フェーズどんだけ全滅しようとしても、タンヒラが生きていればクリアというものです。ここまではさあ、ここからちょっと早送りしていきましょう。まあ、いわゆるこれ第二フェーズっていうんですかね、まあ、このハーデスちゃんがね大きくなってからのバージョンです。ちなみにこれカメラを離さないとね、こう手がでかすぎて画面が見えないという現象が起きるので注意してください。ここで STMT 南北に分かれてこのメテオ4つを処理していきます。これ結構タイミングがシビアなんでね、ちゃんと円に入って受けるようにしましょう。でここで、ヒーラーが1名拘束されます。この手を攻撃できるようになるので、こちらからね攻撃してこの手を壊します。はい、メテオはしっかり処理しないと全滅するので処理しましょう。さあ、ここから殉教者の記憶、これ非常にややこしいんで初見見直しの人はなんじゃって感じなんですけど、中央からノックバックが来ます。 DPS は、斜めにね飛ばされて、タンヒラは真横に飛ばされるっていう方式で OK です。ドーンと、はい、1名お亡くなりになりました。でここ一番遠い人に連続で円範囲が3つ来ます。でここで D3D4、要は遠隔攻撃する人たちが、死んでいるとこのようにね、自分が仮に処理をしに行くんですが、失敗に終わったと。ここで頭で受けて、はい、何やら壊滅してます。はい、壊滅はしますがヒーラーが1人生き残っていれば立て直しは可能です。はい、ここからも長いです。でここまで来たら実質クリアです。なぜなら後半ねもうほとんどギミックがないに等しいので、ここまで来たらもうクリアです。はい、さあ最終フェーズ開幕ということで、マーカーがある方限定になってしまうんですけど、このマーカーがあるとここのあたりですね、マーカーがない方はこのあたりを意識してください。ここにいるとアンチができます。でこのダークストリームっていうのは東西左右両方からなんかこのようにバーっといっぱい攻撃が流れてきてて、これに当たると食らっちゃうんですけど、このマーカーのど真ん中にいるとアンチとなって動かなければ当たることはないです。ただ STMT 気をつけなければいけないポイントはこのギガントマキナ、この辺りの後に、等ギミックが来ます。ここですね、このストライクのとこにドンドンと来て、はい、等が、これを処理しないとかなり痛い攻撃が来ちゃいます。まあ、これさえ処理できればね、あとはもう全体攻撃が来るだけなので、ぶっちゃけもうあとは本当に攻撃するだけです。でもう一度ダークストリームっていうのが来るんで、このマーカーの中央に立って処理すると。でこれ本当に余裕があるので、落ち着いて攻撃しましょう。はい、ダークストリーム来ましたが、もうぶっちゃけねここまで来たら本当クリアです。はい、あとは押し切るだけです。ちなみに極ハーデス、クリアするとねまだ素材は高く取引されているので、これでね制限解除を挑んで集めてみるのもいかがでしょうか。ということで検証結果、タンヒラが生存すれば初見ミオ州でも2、3回目でクリア可能。